ウィズで知り合った人と1年近く、ほぼ毎日連絡しているとても素敵な人だと感じています。ちょっとした仕事を一緒にするなど、少しずつ関係が深まってきたんですが、違う国に住んでおり、コロナの影響でまだ一度も会うことができておらず、会える見込みは立っていません。できれば親善させたいんですが、アドバイスくださいってことなんですが、そうでしょうね。そうでしょうねって言ってた。はい。でしょうね。はい。そうですね。結局、違う国ってレベルになってくると、別に SNS で細かく連絡を取ることによって、相手との関係性は深まるんですが、でもそれ以上の、発展をですね、求めようと思った場合っていうのは、どうすればいいかっていうと、やっぱり会わなくちゃいけないんですよ。だから、具体的に、例えばじゃあコロナでワクチンが、目処が立ったら会おうとか、あとはですね、離島とか、それをセーシェルとかモルジブとか、ああいう離島系の、島でですね、成り立ってる国ってありますけど、こういう島で成り立ってる国って、意外と今でも行けるんですよ。ちゃんと PCR 検査とかをすれば。まあそういうところで会ってみるってやり方できると思うので、進展したいと思っても、どうせ会えないんだったら進展できないじゃないですか。だから、その今できる範囲の中で進展するというか、前に進んだと思えるような方法って何かあるかなってことを考えてみて、そこからやってみればいいと思いますけど。あとは、まあ、それすらできないのであれば、今まで連絡していた頻度が、例えば3日に1回とかだったら2日に1回にしてみるとか、連絡を取る頻度をですね、増やしてみるなんてのはいいやり方かもしれませんね。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。